子どもたちが持つ段ボール箱から出てきたのは、やしく持つんだよ。ほら、あ生後8日ほどのアイガモのひな。対面したのは人吉市立中原小学校の児童です。中原小学校では学校にある 3R ほどの田んぼの周りを網で覆い、専門家の指導の元、23年前から毎年。 アイガモ農法で米作りをしています今日は四年生が5羽のひなを水を張った田んぼに話しましたひなたちは時折水面にくちばしを差し込みながらゆっくりと泳いでいました小さくて可愛い頑張ってお世話する大切に育てたい 児童は8月いっぱいまで毎日この田んぼを訪れひなに餌やりなどを続けるということです。